はい、どうも、こんにちは、もち TV です。今回もイニングレバブ2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、今現在、おもちゃ TV のこちら、本話会になるんですけれども、最大チームパワーはいくつなのと、コメント欄でもですね、上げてほしいですと。なるほど。最大チームパワー、今いくつかっていうのを教えていただきたいというのがあったので、うん、まあ、FP が来てね、はい、結構変わってきて、おぉ !4232 ということで、でも18のアプリの時は4000いったよね。18は行った。18は4000。あれ、すっげえ大変だったけど、とか今もう4232です。やっぱ FP すごいっすね。はい、で、まあ、こうやって見ると、やっぱその、ディフェンス陣が本枠そんなに。そう、全然ね、いないくて。当ててないですから、もうちょっとなんかその、上がりそうな感じもするね。だから要は、ファンダイク、クリバレとか、あと、ロマニオーレとか、シュクリニアルとかなんですけど、そういった選手がロマニオーレで95とかいくの。これ4300ぐらいいくんじゃない？いや、いけるいける。多分ね、おもちゃ TV より高いっていう人も、動画見ていただいてる方の中に多分いると思うんですよ。うん、俺の方が高いみたいな感じでいると思うんですけど、まあ、おもちゃ TV の現状は今4232で、このコストが、まあ、一応840で、うん、これを超えて入れると、まだぶっちゃけ入れられるんですけど。なるほど。ポジションとか無視してね。うん、総合値が高い選手だけ詰め込むとね、でもそれでも4250ぐらいだったんで。かなりサウルの右サイドがもう、そう。吠えてるもんね。吠えてる。俺ここみたいな。そう。もうそんな感じなんですけど、うん、まあ、とりあえずね、今回、今現状のね、うん、まあ、一応、試合を回れる、うん、最大チームパワースカットでやっていこうかなと。なるほど。いうことで、まあ、試合の方見ていければいいかなと思うんですけどね、うん、最近ね、やっぱ思うのはですね、うん、オンラインね、みんなチームパワー高い。あ、そう、うん、もうね、3300とか、うん、3400デコみたいになってて。まあやっぱ FP パワーですよね。そう、だ皆さんほんと高いんで、うん、この方も3660。もう中力でロナウド、メッシ。ロナウドね、ロナウド来れば多分相当高くなるだろうね。これもポグーですか？ポグーです。で、クリバリー、もう縦によってもうすごい縦の FP の強さがすごいことになってますけどね。いった感じでね、まあ、試合の方見ていくんですけど、うん、まあちょっとね、中盤のそこに無理やりモドリッチ使ってたりとか。なるほど。ちょっと無視してみて、まあ、いびつな部分はありますと。ちょっと怖いんですけど、ね、うん、やっていこうかな。あ、怖いぞこれ。おい、危ねえ。なんか今ちょっと感じるね。危ないですね。あ、これフラスルこういい感じの長さで使ってくる人だなっていうのはね、ありますね。うん、初手で分かってくぞ。さあ、ここイカルディ、あ、ここ抜けてきてー、シュート。おー、イカルディもね、決定力あるんでね、うん、あの辺はね、振っていくと、まあ、攻撃にすごい肘を置いてるんで、まあ、監督もね、一応グアウディオラ、グアウディオラだから、まあ、この褒めとかだと逆に3センターバックの方が良かったのかもしれないね。サウルね、置いて、まあ、サウルがサウル大丈夫かっていう話もあるんですが、ここ怖いぞ、ここメッシ、よいしょだ、ここは勝っていく。このサウルそういうの怖いですから。サウルグラナバスの能力高いから、高いから、ね、信じろ。そう、ミスはね、うん、やっぱないと思うんですよ。さあ、モドリッチ、ここロベルト・カルロス、さあ、ロベカルもいるよ。ネイマール、ネイマール一番話を久々にネイマール、あー、ネイマール。さあ、ここイカルディ、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 よいしょ。ああ、ちょっと、これ打ってもよかったんだ。もうちょっとなんかふんわりさせてもよかったのかもしれない。いや、アゲロ早いんだ。アゲロがね、早い。いや、アゲロ早い。メッシ、アゲロで押されて、さあ、ここ、ネブライネ、ここメッシ、あ、怖い。ああ、ちょっとずれた。いやー、ここですね。ここはさすがにカーソル変えないといけなかったね。ちょっとね、プレス史上入ってたんですけど、うん、いい感じに前に向かれて、プレス指示はね、ぐるんとかわされるんでね、やられちゃったから、あそこのプレス指示は相当危険ですよ。あそこはね、もうちょっと正確にね、うん、やっぱ操作できればよかったかな。さあ、ここですけど、メッシ、ここね、うん、さすがに頑張れるね。まあ、メッシそんなに高さないからね。そう。さあ、ここ高い位置取ったぞ。メッシ、ネイマール、メッシ、低いの入れて、うん、待ってましたね。カフーが待ってる。あ、ただこれまだある。さあ、モドリッチ、うん、メッシ、ネイマールか、いいね。ここも防がないんだけど、いうところですね。ここただ、あそこネイマールもどうなんですかね、うん、ちょっと体勢がね、若干後ろ向きになってたんで、うん、もうちょっと体勢直してシュート打った方が良かったのかなという気もするんですが、前半でね、ちょっと追いついてきたかったので。この監督はちょっと火力で押さないといけないからね、守備はやられちゃうんでしょう。そう、ある程度はね、まあしょうがないんですけど、メッシ、アグエロ、アグエロがこれすごいよね、うん、あれ特に何も操作しないんだけど、前向かれて取れるかなと思ったら、スル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 と、アグエロすごいな。 そのまんまちょっと行かれちゃってね、やっぱ破壊力ありますね、うん、ここコーチーニョ、ナイスカット、サウール、
ここにおっと、ここサウルのミス、デリストでモドリッチ、さあメッシ一回ワイドに、さあここ、ここ結構強い部分だね。そしてイカルディ、うん、ネイマー、ネイマーがここでちょっと長くなったけど、いや、よく取った。イカルディ今のは抑えてシュート打ちてえな。どんなルンバ、今のワントラップしてなかったかもね。まあ、ただあのずれてたから結構重心がね、うん、っていうのもあったんですけど、ここ重心逆とかも最近聞かないね。そう、なんかあんまり聞かないですね。そこまでなんかそのパスがワンタッチパスでポンポンなかなか通らないもんね、横からね。あんま通らないです。さあここでですね、マラドーナ、うん、そしてスパサブオバメ、まあちょっと0-2ですからね、68分の0-2ってアプリだと相当もう負け濃厚というか、よくて引き分けみたいな感じになってきますけど、ただ信じるしかないと。ロナウジーニョオバメーコーナーかいっていう感じですけどね。まあ、あれね、だからね、2対2で決めなかったですけどね、うん、まあ、しかしここで 2-1 にしていくと、まあ、ここであと1点取れればね、引き分けなんで、まあ、相手としてはね、結構逆にちょっと怖い、うん、そうそうそう、引き分けになっちゃう。オバメすごい、スパサブオバメ、まあ、こんなところにいたスパサブオバメ、ナイスパス、メッシじゃない、ロナウド、いや、ロナウド、もうゴリ押し、オバメゴリ押しですね、ゴリゴリ、うん、ここはね、追いついていくと、まあ、後半から出たオバメ、ロナウジーニョ活躍してる、オバメ、うわ、かオバメいや、もうかっさらってますね。残して、よいしょ、残して、ディエゴ、さあ、マラドーナ、ディエゴから、あ、マラドーナ、ディエゴから、ディエゴから、お前、直線じゃねえか、全部全部直線じゃん、ないね、うん、全部直線じゃん、お前最短距離で行ってんじゃん遠回りせな、遠回りを、マラドーナナイスパスだな、素晴らしいですね。ロナウジーオバメ、ロナウジーマラドーナ、あー来てる、ロナウジー、これね、ちょっとずれて、これがね結構ね、ちょっとずれてむずいっすね。ただマラドーナの守備ね、マラドーナ頑張る、マラドーナ、マラドーナ細かいマラドーナ、ロナウド、ロナウド、うわー、こいつだ、バメ、バメでねじ切ってんじゃん、バメ、バメだよバメでねじ切ってんじゃん、バメとロナウド、マラドーナすごいな、うん、あ、相手も縦で縦で、おーい、あー、すごい、危ないね、やっぱ FP 強力ですからね、相手もやっぱり怖い、まあ、といった感じでね、うん、後半爆発して、いやちょっとね、危なかったですけど、ね、危ない、あれちょっとアグエロのね、あれを止められないときに、うんと思って、うん、やっぱそういうときにやっぱオバメそうだね、やっぱいるんでね、ちょっと守備緩かったですけどね、まあやっぱちょっとね、サウルっていうところが、うん、ちょっと効いてるのかな。お、また結構皆さん持ってますね、 やっぱね、あのメッシとか、ね、ピケ、アーノルド、ネドベド、ネドベド、まあね、ジャパンオールスターズ、おお、何がおかしいんでしょうっていう分からんけど、何かがおかしかったのかということなんですが、ここはね、ちょっとしっかり失点ゼロでいきたいですね、うん、次はね、さあここでね、サラ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 兄さんもいるよと、FP 欲しかったね、FP 欲しい、FP 欲しかったよ、おーすごい、兄さん打っちゃいるよ、あー、素晴らしい、やっぱり、ね、打つべきだと感じました、結果的に。だってフォアのゲージで、まあ、それパスするのもいいけど、やっぱ打ってよ。でもなんか最初打ったけどイカルディ入んなかったけど、いいな1試合目さ、だからちょっと考えもんよ、バカみたいに打つのも、それもあるかもしれない、うん、スアレス、メッシ、さあこの感じ、ロナウド、いや、ここナイス走り、メッシ、メッシからナイス走り、スアレス、素晴らしい、ここがバルサコンビですね、スアレスやっぱ決めますね、スアレス決める、うん、まあ、イカルディもね、別に決めないことはないんですよ、インモービルはちょっとダメだった、やっぱあとインモービルも総合値の関係、総合値94なんで、あ、一応95のスアレスとインモービル、あ、インモービルにあのイカルディ、うん、をまあ採用したかなと、なるほど、リバラ、モドリッチ、入れてメッシ、おーっと、あー、ここがね、来るよと、よいしょ、あとね、しっかり来る、うん、もうこのね、やっぱゴールキック蹴れるんですよね、ロナウドがいるんで、うん、ずっとすり返すからね、よいしょと、うん、スアレスから流してロナウジーノ、おーっと、ロナウジーノ、おー頑張れ、粘った、あー頑張った、スアレス、おい、スアレス、やっぱ頑張るな、スアレス、マジで、え、スアレスマジかよ、俺がエースだ、すごいねあそこ決めちゃうすごいよな、これね、スアレスシュートすごいんだよね、とにかくなんか
あのまあ使用感なんですけど、これ決めきる力って本出してほしいね。そう、本当に決める、めっちゃ。さあ、あ、ここ怖い、危ない。ディマラメッシュ以外スピーよ、カラク。まあね、ドンナルンガも一応連れてきてるんですけど、今週ね、やっぱりコンディション安定度が良くないんで、ね、うん、オブラクがね、92なんで、オブラクも入れてると。さあ、さあメッシュからスアレス、落とす、ロナウド、スアレス、サイス、カウ、ロナウジーニョ、ガウーショ、ドン、スアレス、スアレス止まんねえな、止まらない、スアレスが止まらない。スアレス素晴らしいですね。ロナウドよりなんだらね、ちょっとね、点多く決めてると、うん、まあ、言った感じなんですが、ここで4-0 と言った感じで、ここでギブアップされて、はい、言った感じでね、まあ、今だから、2019が始まってですね、3ヶ月ぐらいかな、うん、あの経ったんですけど、本当はモドリッチのところアンカー置きたいですけどね。置きたい、アンカー置かないとめっちゃ置きたい。ロマンの場合は本当にやばい、とんでもないことになってしまう、とんでもないことになってしまう。まあ、でも3サイセンターバックでね、サウルで蓋して無理やりだけどね、うん、っていう感じなんで、これいつかね、いい感じでチームパワーがね、更新できるとそういいですね、うん。まあ、次はね、やっぱ夢の4500を目指してるんで、うん、まあ、5000とかいくのかちょっとわからないですけど、いや、わからんな、それは。まあ、2019あるうちにね、うん、まあ、上げられるだけ上げてね、うん、また動画にできていけたらいいかなというふうに思います。どうでしょう、さらっぽ。